どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト3そして伝説へ実況をプレイ始めていきたいと思います。さあではね、前回、裏ダンジョンの方を攻略開始しました。でね、この左側から落ちてまたね、最初から1からスタートになっちゃったんですけど、まあでも大体3分くらいで戻ってくれましたね。よし行きましょう。ここからは下界にたどる道だ。引き返したいならそこから飛び降りればいいだろう。言ってるしちゃんと言っててくれてたし。先に進まれるのですね、どうかお気をつけて。下界って言ってたけど全部下ってんだよな。どういうことなんだろう。おや、あなたたちは下界からやってきたようですね。ここまで来れたということはかなり腕には自信がある。しかし頭の方はどうですか。一つ謎かけ、謎を差し上げましょう。滅びの町、十字の下でキラリと光るものは。さてこの謎が解けますかな。解けたら戻ってくるのですよ。何？え、ルーラで戻ってきたりするの、ここに。え、無理やん。滅びの町、十字架の下でキラリと光るもの。はあ、なるほど。よくぞ来た。わしがこの城を治めるゼニス一世じゃ。おお、ゼニス城聞いたことあるぞ。ここまで来れば、あ、今少しで神竜に会えようぞ。神竜に会えばどんな願いも叶うというもの。頑張るのじゃぞ。え、これ毎回あのダンジョン行かなきゃいけないってこと。え、はい。ではその釜で逃げている薬を飲んで行かれ。熱いから気をつけ。はいはい。なんだよそれ。逃げ逃げリング、小さなメダル、ラッキー。さ、ここに何もない。回復してくれるとかで。おお、なんだこれ。落ちたらやばいよな。下界に落ちちゃうよな。まだな、1個ありますと。これさ、ルーラーとかで神竜のとこ行けたりしないのかな。お、やったー、小さなメダル、ラッキー。これグリーンガンの鞭いけるんとちゃいます。これルビーの腕を、ネビルウィザード。まあヨナズンっていうか MP はちょっと気にせず打ち込んでいきましょう。てか強くね、バイキルと唱えてきた。無人の剣使うんだね。またケありがとう。さてこの回はないと。オッケー。逃げ逃げリングっちゅうのは何ですか。素早さが上がるんだ。性格が変わる。はあ、守備力上がるとかだったらな、今の性格でいいと思うんだよな。さあ多分こっちが正解ルートなのでありましょうと。お、出たよ、こういうタイプね。ここちなみに何もない。はあ、合ってんのかな。バラモセビル出た、出たよ。まあまあ強くなかったよな。でも2体出てくるちょっと怖いな。メラゾーマ、マジ覚える。吹雪、いや普通に強いな。バラモセビルと俺、あれ倒したやつじゃなかったっけ、違ったっけ。なんで雷鳴の剣使うの。ダメだ、強いねー。手を取れ。3600、はい、よっと、はい。宝箱が1個あると。これはちなみにさ、え、嘘でしょ、ちょっと待って。びっくり、焦った。おい、ゼニスの城頼む、焦ったマジで。ああ、逃げさせてくれ。逃げ逃げリング使った方がいい。 OK、 ナイス。忍び足、いや
マジ焦ったわ。そういうことね。うわ、怖っ。ゼニスの城ルーラ地点で会ってたからよかったけどさ、ちょっと怖いよねそれ。ヒヤッとしちゃったんだけど、自分が思ってたところを貫通してったからさ。天の門番だらけで死ぬんか。本当に死ぬの？めちゃ強いから大丈夫？あ、死んだ。おいおい、ちゃんと倒してやれよ。お、すげえ経験値もらえる。ちょっと落ちないように、落ちないようにしないとね。あ、やった、宝箱、小さなメダル、ロッキー。ん、もう一個あるぞ。いやだって強いのよ。オッケーナイス。オッケー。オッケー。優秀です。怒りのタトゥー。いいアイテムですね。さあ、その宝箱なんじゃと。幸せの靴。持ってんのよ。めちゃくちゃ持ってんだよな、俺、幸せの靴。見る、幸せの靴の数8個だよ。どんだけ持ってんだよ。ちょっと整理するか。豪傑の秘訣はいらない。逃げ逃げリングもこっち。小さなメダル集まったな結構。さざ波の杖、グリーンガムの鞭、手に入れれるかな。気になっちゃうな。バラモスエビル、やだな。 HP 高いからやなんだよお前ら。やだ、落ちない、強いな。 OK です。ミュウがちょっと危ないな。そう、そろそろレベル上がるんちゃいますか、上がりませんでしたと。お、やった、これはでかい。破壊の鉄球出た。これさ、渡す。あ、そうだよね、あやたかにつけさすか。へえ、まああやたかだよな、確実に。王者の剣使えてるから結構火力上がったんじゃないのこれ。あやたかの夜なず連発すぎたちゃいますか。ミュウは危ないな。ナイスミュウ。いやちょっとあやたか攻撃してほしかったんだけどな。強っ。強っ。162、いいね。貝の鉄球ないっすよ。うん、さあここには何もなさそうですね。いきますか。神竜、うわ神竜だ。神竜がここ2個、なんですと。絶対ここじゃんですよね。やったー、女神の指輪、なんですかこれ。じゃあ今から神竜戦、もしかして。不思議なボレロ。ほう。不思議なボレロってなんか MP をなんか出てなかったっけ。弱えんだよな。弱えんだよな。弱いな。ちょっと弱いな。
女神の弓は賢さが上がる。一旦回復しますと。じゃあ神竜戦頑張りますか。願いを一つ叶えてくれるそうなんで、何叶えてもらおうかな。バカバカバカ、危ない危ない危ない、バカバカバカ、危ない危ない。二度と手に入らないの本当に。あ、やばい、結構祈りの指輪がもうなくなってきたぞ。あ、やばい、頼む、ミユ MP 使いすぎよ。あ、ちょっとやばいな。もうあと2個しかない。装備はこんな感じでいいかな。乱暴者、乱暴者なんだ俺。さあ行きましょう。こんにちは。ほうほう、ここまでたどり着ける人間がいたとはな。私は神竜、天界を治めるものだ。いいだろう、ここまで来た褒美にそなたの願いを一つで叶えてやろう。ただしこの私を打ち負かすことができたらな。はい、対策とかあったかな。命令するわよ。攻撃、バイキルとクバーハーやっといた方がいいな。しびれか上げとくか一応。強っ、めっちゃ速いやん、やばっ。ガーリー、三井が先に動けるとは思えないから、どうすっかな。ピオリムかけてミユに先手取ってもらうことを祈るしかないか。ナイスミ、ナイスミ、さすがお前、さすがだよ。やばい、ソウが死ぬ。強くね。ベホマ持ってたっけ、あるよな。ベホマ攻撃、ザオリク、やばっ、強っ、勝ちで、よかった。凍てつカードをね、あーうざいけどまあ仕方ない。攻撃一回ベホマーズにするか。でバイキルとピオリムフバーハかな。いや、生き系使ってこなかったな。え、マジ？うざいって。ザメハするか。もったいな。ベオマズン使っちゃったの。で、バイキルと、ピオリム使ってるから、あ、待って。ザメハからだな、まず。ザメハ。いや、あやたか、違う。あやたかはバイキルトでいいんだ。あやたかバイキでいいから、あんたザメハだな。痛えのよ、これ。オッケー。わかった。さあ、攻撃。で、バイキルト。で、スクルト。ベホマラ、やばい、あぶね。一旦攻撃結構救われるね。ナイスバイキ、攻撃攻撃、一応フバハ打っとくか。どうしよう、 HP は今んとこ大丈夫だから、もう一回ピオリもかけとこう。やばい、うわー、うざいって。とりあえずピオリムはかけれた。バイキかけ続けるのは結構大変だよな。スクルとバイキルと
うわ、持ってんだ。持ってんだ。強くね？強くね？ベホマラー。わ。マジでさ、頼むって痛すぎる。くそガチ。攻撃バイキーデホマラー。いやー、ピオリムかな。うぅ、やばい、相手が死ぬ。ナイス。やば、ちゃんとレベル上げしといてよかった。めっちゃいい戦いしてんじゃん。デホマラー、バイキー、ちょ、強っ。嘘でしょ。攻撃攻撃デホマラー。ピオリもう一回やっとくか。ヨナズ、いて。ゴレウキ、やば、強いって。めちゃくちゃやん。ミュウが一番最後に動くんだね。で、ベホマラー、ベホマラーかな。マジ動かないで先、やばい。オッケーオッケー、よかった。鉄火波動を送る前にたくさん攻撃を与えておきたい。ベホマラー、ベホマラー、超強いじゃん。神竜ヨナズナ、フフフ、強え。フバハ入れとこう。ちょっと今大丈夫、作ると灼熱魔法の大事を。うー、いって、マジやば。ちょっと待って、次先手打たれたら終わりだぞ。まずいね。デホマズン攻撃やば、終わりだぞ。ヨマラ頼む。オッケーオッケー、よかった。先受けたのでかい。やめて、終わった。くっ、ちか、ガチかよ。ザオラルしかねえんだよな。ザ、うわー、マジで生き返れ、無理か。よし、うわ、耐えろ。マジで、ちょっと待って、ないよな。くそ、頼む、生き返ってくれ。いて、使うの。うわ、よし、ふぅ、怖え。防御賢者の杖、賢者の石ねえのかよ。賢者の石ミュウだったかな。やべ、あやたか寝ちゃった。ぎょっぎょっぎょっけ。とりあえず体勢整えたぞ。一旦防御、ベホマラー、いや、ベホマかな。最初ザメハやって、ベホマ、そう、そう、寝た。やっべえぞこれ。うわ、ギリギリ回避できたけど、うわ、ギカテ。バイキー、ハヤタカどうする。ザメハ使っておくか。起こす、強え。
てて、それならオッケーなんやな。攻撃ベホマラースクルとピオリムかな。やばい、オッケー、まだ死なんの、強えよ。ベホマラーマイキー、これやばいな。バーハのケアもしないといけないし、強すぎる。ベホマラーフバーハ、うわー、おお、危ねえ。攻撃攻撃、ベホマラーベホマラーかな。よっけよっけよっけ、よし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 、層がちょっと気になるけど、凍結カード MP なくなるぞー。バイキルとミツエ、これはピュリム、オッケー、でかい、攻撃攻撃、バイキルとアヤタか、ベホマラー、ちょっと層が怖いけど、フバーハやっといた方がいいかな。押しかかってくるのまずいて、ひえー、ベホマズ無理や、62も使うの、えぐいて。ちょっと待てよ、三杖でなんとかちょっとベホマを効かせてあげたい。ミュウベホマラーナイス、やばい、いやマジベホマ正解だったな、ベホマ正解だった、エグすぎるな。ザオリクナイス、先動いてほしかったんだけどな。あのミューがめっちゃ食らうんだよな。攻撃ベホマラー、一旦ベホマラーかな。別カード大丈夫、強すぎる。適正ルール全然違った。危ない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 、フバーハー、ナイス、そっち先動いてくれない、でかい。ベホマラー、やばい、ミュウの MP がなくなっちゃう。強くないか、ボロ。いやだぜ、ちょっと待って、でバイキル賢者の石、うわ、あーめっちゃムカつけ、やった、はあ、強すぎる、強すぎる。12,500ポイントしかもらえないの。見事だ、この私を33ターンで打ち負かしてしまうとは。久しぶりに心から楽しませてもらったぞ。いいだろう、そなたの願い一つか叶えてやろう。さあ父オルテガを生き返らせた。あ、父オルテガでしょう。はい、お願いします。では、三つ矢のふるさとアリアハに戻るがいい。嬉しい知らせが届いていることだろう。では、さらばじゃ。うわ、やったぜ。じゃあ、オルテガ、再開しに行きましょう。いやー、大変だったね。本当に。お疲れ様でした。マジできつかったな。
大変すぎるかこれ。アリアハン。めっちゃ強かったわ。一旦ね、小さなメダル集め、じゃあ小さなメダルを届けに行きましょう。こんにちはーす。はい、98枚神秘のビキニ。あと2枚どこにあるの。強っ強っ。はあ、光のドレスが強いんだ。あー、そうかな。じゃあでもドラゴンローブもめちゃくちゃいいんだよな。ドラゴンローブ、神秘のビキニで落とす。あー、そういうことか。じゃあここ装備、神秘のビキニ。ほなー、え、ちょっと待って、一回つけさすか。そういうことね。やんた、これでいいよ。え、じゃあミユしかいないかな。ミユがめちゃくちゃ強くなっちゃうんだけど。あやたか弱くない。あと2枚か。どこにあるんだよ、グリーンガムの鞭。くそ、ダメか。もう当てがないというか、結構全部探したつもりなんだけどね。よし、じゃあオルテガに会って今回終わっていきましょう。ちょっす。お、オルテガだ。あ、おかえりミツエ。父さんが戻ってきたのよ。もう嬉しくて。ミツエ、ほらちゃんと見て、お父さんだよ。お前のお父さんだよ。そうか、お前か。ミツエ、ずいぶん大きくなったな。私が旅に出るときまだこんなに小さくて。ともかく今まで心配をかけてすまなかったな。で、今はなんと私の後を継いで魔王を倒すために冒険を。そうか、そうなのか。ならば何も言うまい。しかし母さんだけにあんまり心配をかけぬようにな。いや、もう倒したんだけどね。よかった、オルテガと再会できて。よし、じゃあ次回はですね、このゼニス城、ゼニスの城にいたなんか不思議な銀融詩人の方のちょっとクエストやっていきたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。